日本維新の会参議院議員の片山大輔です。元 NHK 記者片山大輔のなるほど政治リポート、今回は予算委員会についてお伝えしたいと思います。今国会は閉会中なんですが、それでも閉会中審査というのを毎週1回何らかの委員会を行っていくというのを国会の与野党で申し合わせをしたんです。それで今週はそのうちの予算委員会が行われることになって、私が維新を代表して質問しました。その様子はテレビにもなったんで ご覧になっていただけた方もいるかもしれませんが、今日はその内容をお伝えしたいと思います。そして予算委員会の質問に立つときはその前の日から本当準備がいろいろ大変なんです。その前日からどのような流れでその委員会当日の質問の本番までこう向かうのか、その流れも合わせて見ていただければというふうに思います。議論の対象になっているところではあると思うんですけど、東京都の方ではどのような形でやってらっしゃったかなというのをちょっと確認させていただきたかったし、ハーバード大学が出したっていう感染症に関してのレポートなんですけれど、それをもしかしたら明日の質問にちょっと使うかもしれないので、日本語にちょっと誤りがないか確認しています。今、明日のですね、予算委員会 の質問のよし、はい、ファックスでお送りさせて、わかりました、入れさせていただきたいんですけれども、はい。そして、国が作った業界向けのガイドラインに従っていないときには営業の自粛を求めていますというのであります。東京都はまだ待ちです。もうそろそろ、もうちょっと電話しますけど、電話2時過ぎに電話します。了解。これ2時半までに質問を1回ずつ作るから、それ最終的にチェックして、それ3時間の本当に入るから。それから、やっぱちょっと別の人に聞きたいなと思ったら、振る可能性があるので。はい。これはもうその当日の感じでいいですよね。今回の、東京で、今140人で働いてたけど、200人連日続いてたことについてちょっと聞こうかと思ってて、まずこれは、その第1波の再燃なのか、第2波の前兆として捉えた方がいいのか、ちょっとそこの感覚、感じを尾身先生に聞こうかと思ってます。じゃあ、そんな感じでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、すみません、ありがとうございます。片目議員が、委員会に出るので、その案内を支援者の方に、送る作業をしています。これさ、これ事業開始とこれ終了の未定のなんか大きさがなんか違うの、結構気持ち悪いの。少し大きくしてこっちをちっちゃくする。なんかもうそれいいかもしれない。いやもうあまりそこは、片山大輔君。はい、日本維新の会の片山大輔です。まず、豪雨被害や新型コロナで亡くなられた方に哀悼の意を捧げます。そして被災や罹患された方に心からお見舞い申し上げます。我々日本維新の会は党としてですね、今回のコロナ対策で配られた特別定額給付金10万円をすべての市町村議員を集め、全員から集めて、それを状況が厳しい方に行き渡るようにしていてですね、少しでも役立てていただければというふうに思っております。大輔君、ちょっとパネルを見て上げたいんですが、そうした中でやっぱり来週から始まる GoTo キャンペーン、私もこれについて聞きたいんですけれども、その GoTo キャンペーンで基本的にはその東京圏の旅行者が地方への旅行することを期待されているわけですよね。だけど東京圏でこれだけ感染者が多いとなればね、やっぱ各地の観光地もやっぱりそれは身構えると思うんですよね。
でやっぱこの時期にこれ実施すること、これについてどのようにお店でお考えになるか、あと尾崎先生は確かご自身のフェイスブックで Not Go To キャンペーンをやられたと思いますが、お二人からご見解をいただきたいと思います。尾身参考人お答え申します。私はもう先ほどもから申しますけども、今が一日一日に状況が変わっていまして、さっきの報告日じゃなくて実際の発症日ベースのデータをやっぱり見る必要があると思います。それによって感染が、私これまあ分科会がまだ始まってませんけど、私の個人的な意見はですね、感染がもうほぼ間違いなくどんどんか、まあ、どの程度か分かりませんけど拡大しているということがある程度判断されればですね、今の段階で全国的なその GoTo キャンペーンというのをやるという時期ではないと思います。でそれで、まあ、そうじゃなくてある程度こうダンスしているようなあまり言ってないということであれば、もう少しどなたかの先生がおっしゃったように部分的な解除というようなこともあるし、でましてやこう下がるということは今のところ考えられませんけども、そういうことでこれは最終的には国が決めることですけども、やっぱりここは合理的な感染状況に応じてこの国の一番大事なことですから、まあ、経済政治社会への影響というのは十分今の両立ということで考慮する必要があると思いますけど、まずはやっぱり感染の状況がどんどん拡大しつつあるのか、どんどん拡大しつつあるというところに、そういう判断を今日我々が午後すればですね、そのなかなかその GoTo キャンペーンを我々専門家としては政府にはどうぞ今で、むしろある程度そこを抑えてきたら、まあ、どうぞ再開ということでやったらいいんじゃないのかというのは私の個人的な意見です。そうした中やっぱり西村大臣に聞きたいです。今日まあ分科会も開かれるということなんですが、やっぱりね、今のその政府の対応を見ていると、やっぱまあ経済ももちろん特に観光業はひどい状況になってますから、そこはもちろん分かるんですが、その上で今政府はそのある程度の感染者数は覚悟の上というふうに思っているような気がします。そこをどのようなお考えを持っているのかというのと、もしそうじゃないというんであればね、これ政府が言っている宿泊施設に感染対策を義務付けるというだけではやっぱり私は十分ではないと思います。これについての見解も合わせてお伺いしたいんですが。西村国務大臣。今さまざま専門家の皆さんのご意見もございました。それからご指摘のように地方にはですね、ぜひこれを進めてほしいという切実な声もあることも事実であります。他方、知事さんや市長さんの中には、東京から感染が広がるのではないかというご懸念、示されている声も、伺っております。そうした中でさまざまなご意見をですね、しっかりと受け止めながら、本日、分科会において、ご議論いただいて、そのご議論、ご意見をいただいた上でですね、適切な判断をしていきたいというふうに思いますけれども、感染者の数が増えていいなんてことは全く思っておりませんので、これはとにかく減らしていきたい、ただ、ゼロにすることは難しいという、先ほど来、議論がありますように、無症状の方がいてですね、全員いっぺんにチェックはできないわけですから。全員いっぺんに1億何千人が何千万人ができないわけですので、みんなが感染防止策を取りながらですね、感染防止策を取りながら社会経済活動との両立を図っていかなきゃいけないということは、もうこれが極めて大事な点だと思っております。しかしながら様々なご意見ありますし、専門家の皆さんのご意見を聞いて、これは適切に判断をしですね、そのご意見によっては様々な対応があり得るというふうに思っております。片山君、それちょっと3つ目のパネルを先にちょっとやってもらいます。それでちょっとそのスポーツの関係ちょっとお伺いしたいんですけど、そのスポーツではそのプロ野球などで観客を入れた試合が始まりました。でパネルはですね、その政府が示したこの段階的緩和の目安、これを紹介しているものなんですが、これを踏まえ、まあ、今は観客を5000人まで入れると。それで8月の1日からはその数字はもうなくしてですね、収容能力の 50% まで上限として認めるということになるんですが、これはどういうエビデンスに基づくものなのか教えていただけますか。これは大臣か尾身さん。西村国務大臣。専門家の皆さんにもご議論いただきましてですね、そして、世界で取り組まれている状況、こうしたものも踏まえて、2分の1ということで、
一石あげてあげることによって、まあ、あの WHO なんかでも言われてますように、1メートル間隔、マスクをしていればそれでいいんじゃないかということで、そういう対応を取らせていただいています。ただ、その後、さまざまな知見も出てきておりますので、スーパーコンピューターや、人工知能も使いながらですね、マスクをしている場合に飛沫がどう飛ぶのか、それから換気がいいか悪いかで、国会はこの部屋は換気がいいと聞いておりますけれども、換気がいいか悪いかでかなりその飛沫の飛び具合、あるいはエアロゾールも最近言われてますけれども、その、浮遊具合というかですね、これも変わってきます。そうしたことも踏まえて、引き続き適切に考えていきたい、このガイドラインというか、これを進化させていきたいというふうに思っておりますが、ただ足元で劇場で、明日小劇場で感染が広がっております。どういった状況だったのか、これもしっかり見ていかなきゃいけないと思いますし、合わせて足元の感染状況によってですね、何ができるのか、緩和することを止めるのか、あるいは元に戻すのか、そういったことも考えていかなきゃいけないというふうに思っております。片山大輔君。そこまでのエビデンスだとかリスク評価っていうのはきちんと明らかに私はされていると思ってないんです。これですね、入場者はこれ半数、5000人今ですよね。これで確かにこれイベント主催業者が大変な経済的な打撃を受けていますけど、ただこれから新しい生活様式を徹底して、で経済を戻していく、そしてコロナに負けない社会づくりを目指していくというんであればね、科学的検証をもっとしてそれを明らかにして、それでリスク評価というんですか、リスクとしての確率をきちんと評価してね、それを明らかにすることは大切だと思うんですよね。そうでないと正しく恐れるというかね、それができない限りにおいては今のままだと経済もダメになってしまう。それで今言った GoTo も本当にできるのかって話になってくるんですけど、そこの考え方、リスク評価に対する考え方、ここはどうお考えなのか、尾身先生からは。尾身参考人、お答えいたします。リスク評価というのは先ほどのデータと一緒でものすごく重要ですよね。それで実はこの分野がより経済の活動と感染症対策をよりよく両立をさせるためには、人々の努力とか行政的な努力だけではなくて、先ほど小玉さんなんかもおっしゃってましたけども、新しいテクノロジーというもので、感染していても人に二次感染させない人ならある意味ではよろしいですよね。本人も症状が重症化しないし、他の人に二次感染をしないという人があればよろしいですね。そういう意味で私はこれからの一つのキーになるのは、どれだけいわゆるリサーチをしてリスクをどう評価できるかというのを客観的に、ただ今まで日本の場合、我々も含めて感染症対策あれだけ言っちゃったのでということで、いわゆるエビデンスというか、そのリスクを評価するための努力がする余裕がなかったと、リサーチコミュニティをしっかりまとめて、ある課題リサーチクエスチョンとなって、これに対してオールジャパンでやるという体制が必ずしも今までできていなかったので、これからはそれが私はリスクの先生のおっしゃるアセスメントというものがこれから求められる一つのことだと思って、今からだんだん厚生省のアドバイザリーボードを中心に、どんなクエスチョンを、でそれは厚生省だけではできませんので、いろんなリサーチのグループを横断的に巻き込むことが必要だと思っております。片山大輔。はい、ご覧になっていただいてどうだったでしょうか。まずこのようにその予算委員会の本番までにですね、もういろんな準備をしなきゃいけないんですよね。だから事務所内はどうしてもバタバタになるというのがあります。それから質問ではですね、どうしても今東京の感染者が増えてきていて、もう警戒水域もかなり高くなってきているので、やはりそのやっぱり質問もですね、そこはどうなっているのか、かなり緊張感ある質問のやり取りになったかと思います。引き続きこの感染者が増えていることに対して警戒をしながら、我々もきちんと当局の動きも含めてですね、注意を払っていきたいというふうに思います。元 NHK 記者片山大輔のなるほど政治リポート、今回は予算委員会の質疑についてお伝えしました。